機械式計算機は、歯車などの機械要素により計算を行う計算機である。以下、この記事では、デジタルな、すなわち、係数的、理算的に演算を行うものについて述べる。計量的、連続的な物理量などによる機械式アナログ計算機については、アナログ計算機の記事を参照のこと。一般に、この種類の試みの初期のものとしては、 ヨーロッパで17世紀にシッカーとパスカル、ライプニッツらが設計、製作したものが挙げられていることが多い。その後、18世紀末頃まで散発的に研究や開発は行われ、19世紀には大量生産され普及が始まった。19世紀前半にフランスのシャルル・グザビエ、トマド・コルマが開発し、小規模ながら販売し続けたアリスモメーターが、19世紀後半には、 その改良型が普及した。さらにそれに続くスウェーデンのオドネルによる設計は完成度が高く、またその設計を広めたことで同型機や改良機が多数生産された。日本において広まったタイガー計算機の基本構造もオドネルのそれに近いものである。機械式計算機は、例えば国家統計などの現場、会社の経理部、会計士や税理士、 計算の仕事が多い業種の商店や個人事業種、具体的な数値計算の仕事が多い設計技師、エンジニア、理工や人文の研究者などによって20世紀後半まで日常的に盛んに用いられた。日本でも昭和時代の前半から半ば頃は盛んに用いられており、各家庭に普及するほどではなかったにしても、一般的なオフィスなど日常でも見かけるものであった。 機械式計算機において加減算は比較的単純であり、コンプトメーターのようにボタンを押す操作だけで計算ができるものもある。一方で、多数桁の乗除算は比較的複雑で、シフト操作と加減算の繰り返しが必要である。特に除算は足し戻し法や引きっぱなし法と呼ばれるような、ある種のアルゴリズムとしての名前があるほどであって、手動操作では、 それなりの複雑さと時間を要し、最上位からの繰り上がり、最上位への桁がりの発生時に、ベルガのある機種があるのは、その補助のためである。上助産のコストは動力化による、自動化の強い動機であるといえ、20世紀に開発された、主として、電動の機械式計算機では、その操作が自動化されている。より野心的な事例としては十九世紀に、蒸気機関を、 動力源として想定していたと思われるバベッジの解析機関と解析機関があり、特に後者は理論的に見て現代のコンピュータへの方向性を持っていたが、当時は前者の部分的実現にとどまった。自動化という点ではそういった動力で駆動される機械式計算機は手動操作の計算機と現代のコンピュータの間にある。そして、 19世紀末から実用化がされ始めた電話の自動交換機に使われたステッピングスイッチやリレーといった電気部品は機械的な動作を伴うものの電気によって情報を扱うというコンピュータの原理はそこから始まっている。そういった電気回路とスイッチの働きについては1930年代から1940年代に 日本の中島明や米国のクロード・シャノンによって、ブール論理との対応付けが理論化された。1940年代の大型の計算機械である、ハーバード・マーク・アイには、計算のための要素としての歯車の仕様が、残っているという点で、機械式計算機としての部分がまだ残っている。一方、小型の計算機であるが、1954年の歌詞を14、 A ないしその研究開発過程の計算機について、同社が純電気式という表現を使っているのは、リレーという機械動作する部品を使ってはいるものの、歯車のような部品は計算要素としては使っていないという意図である。戦後から1950年代のコンピュータの黎明期には、日本での例を挙げると、電気試験書の ETL マーク、 アイトマーク2や富士通のファコムの100番台など、リレーによる大規模な自動計算機の例もあるが、真空管やトランジスタによる機械的な動作を全く含まない電子的なコンピュータがほとんどの面で優位であって、それらに時代は進んでいき、それはもうこの記事に書く範囲ではない。当初は大きく効果であったコンピュータであるが、数十人の計算手によって、 機械式計算機と途中経過の筆記によって行われていたような大規模な計算はコンピュータに置き換えられていった。徐々にコンピュータの小型化や低廉化も進んでいったが機械式計算機の収束について決定的だったのは集積回路による圧倒的な小型化と省電力化によって発達した電卓である。操作が容易で演算が早い電卓が安価になり普及し始めたことで 日常的な計算業務の方もそちらで行われるようになっていったのは影響が大きく機械式計算機は急に売れなくなり電卓に置き換えられるようにして現場から次第に姿を消していった。カルキアレイティングクロック中ンゲン大学のヘブライ語、教授であったビルヘルムシッカートが1623年に発明した機械式計算機。カルキアレイティングクロックと呼ばれた。 工述するパスカル、ライプニッツの計算機よりも機能は少ないが、20年、先行している。この計算機は、6桁の加減算及びオーバーフローの検出、複数のネピアの骨を使った乗算が可能であった。デザインは20世紀まで失われていたが、1960年にレプリカが作られた。シッカードがヨハネス・ケプラに宛てた手紙には、 天体計算への利用方法が記されている。パスコリン、パスカルの名前入り、ブレイズ・パスカルが1640年代に制作したもの。パスコリン、またはマシン・アリスメティックと呼ばれている。パスカルは1642年、19歳の時から計算機について研究を始めている。調税官だった父の手伝いをしていた彼は、 仕事の負担を軽減する道具を作ろうと考えた。1652年までに50台もの試作機を作ったが、売れたのは一ダース教である。高価であったことと複雑であったことなどが原因で、それ以上売れることはなく1652年に計算機の製作を止めた。その頃にはパスカルの主な興味が他に移っていて、気圧の研究や哲学へと関心が向かっていたという。 ためもある。パスコリンは重心法ベースの機械である。しかし、当時のフランスの通貨は重心系ではなく、イギリスのポンド、シリング、ペンスと似たものであった。つまり、市中での計算の需要としては、科学技術や工学的な計算よりも多い、金額の計算にパスコリンを使おうとすると、計算結果をさらに変換する必要があった。1799年。 フランスはメートル法に切り替えた。この時、パスカルの基本設計に触発された職人が登場したが、彼らも商業的には成功しなかった。最初のパスコリンは5個のダイヤルがあり、後には6ダイヤルや8ダイヤルのものが作られている。最大のもので9999,999 999までの数値を扱うことができた。各ダイヤルは数値のうちの1桁に対応し、 計算結果は上部の窓に表示される。歯車は一方向にしか回らないため、負の値を直接計算することはできない。減算をするには9の歩数表現にして加算する必要があった。これについては使用者を助けるため、数字が見える部分が手前側が通常の表示、奥側が歩数の表示になっており、二状の目隠しをスライドして、 どちらかのみが見えるようになっている。段付き歯車ステップとレッキンナーゴットフリート、ライプニッツが1670年代に考案した段付き歯車などと呼ばれる階段状に歯のついたドラムとそれとの噛み合い位置により任意の波数だけステップ回転をする円盤というメカニズムは後の機械式計算機に大きな影響を与えた。また彼自身もそれを使用した。 ステップとレッキンナーと呼ばれる機械式計算機を製作した。これはジョージョさんのための機構も持っていた。彼は立派な人間が労働者のように計算などという誰でもできることに時間を取られるのは無駄だ。機械が使えたら誰か他のものにやらせるのにと言っていたと言われている。ライプニッツは日地法の衝動者でもあり、そちらも後のコンピュータに影響を与えている。 工述するオドネルのものなどは、任意の波数の歯車として、歯が出入りする歯車を利用している。それらとは異なり、ライプニッツの発想に近い、段付き歯車を使い小型化したものに、1948年に登場したクルトヘルツシュタルクのクルタ計算機がある。アリスモメーター型の機械式計算機世界で、初めて量産された機械式計算機は、フランスのシャルル・グザビエ。 トマドコルマが1820年頃発明したアリスモメーターである。しかし、量産とは言っても、月産1から2台で、しかも当初は信頼性が低かったという。1880年代には信頼性も高まったが、爆発的な人気を呼ぶということはなかった。その操作方法は、鉄筆でホイール状の数字をダイヤルし、手でクランクを回して、計算を行うというもので。 非常に時間がかかった。オドネルの設計に基づいた機械式計算機スウェーデン人の技術者、ビルゴット・オドネルが1874年にアリスモメーターを改良した計算機を開発した。彼はその設計を公表したため、世界各国でそれに基づいた機械が作られた。野党両一の自動ソロ版1903年の特許の 第一図日本の明治初期における計算器具等の発明については特許類の他に内国官僚博覧会の出品記録について調査した報告によればいくつかの興味深いものも見つかっているが詳細は伝わっていないはっきりと機械式計算機の形態を持ちかつ実際に作られたものとしては野党領一による自動走路版が金属製で 実用的な最初のものと考えられている。回転する円盤を利用する点は同じだが、細かい構造などはオドネルなどのものとは異なっており、独自に考案したものと見られている。1901年に森外を訪ね計算機の模型を見せ協力を要請したことが外の小倉日記に書き残されたことから、後の再発見につながった。野党は計算機の販売で得た資金をもとに、 動力航空機を研究したが、エンジンの試作の後に創生した。自動ソロ版の完成は1902年で同年、特許を申請1903年に日本国特許6015を得ている。歯車式だが、他に見られるデイル歯車や階段上歯車ではなく、歯を左右に移動する独特の方式である。内部の計算方式は重心だが、 入力はソロ版あるいは25進法風に、ある桁におけるけ数が2回の操作でできるよう、工夫されている。常助産の方式は、タイガー計算機などの加減算の回数をカウントアップする方式とは異なり、先に置いた常数内し助数をカウントダウンする方式である。さらに常助産では桁送りや、計算終了を自動に行う機構もあるとされ、 改良型の特許には乗山の場合の働きが説明されているが、完全としない。内山明による現存機の確認の際には、修理により動作を確認したとあるが、2010年の和田による報告では、同機が改良型の特許のものと同型であること、乗除算のための機構があることなどが確認されたが、動作は確認できなかったという。当時の価格で250円。 約200台が作られ、森の協力もあり、陸軍省、内務省、農事試験場等に販売された。野党は資金を得て、試作のエンジンの成功を見たが、飛行機の夢はならず5年後に、病で没した。日本国特許18,119号は、父親の名義になっている。その後、機械式計算機としては、タイガー計算機が代表的存在になり、また、 小倉日記が紛失したことなどもあって、野党の児童バンは忘れられていった。小倉日記が1950年代に発見されたことで、児童バンが再発見され、原尊記も確認された。原尊記は後に、北九州市立文学館に寄贈され、現在は、同館蔵である。2008年7月には、機械遺産の30番として認定された。 野党が特許を得た1903年は、くしくもライト兄弟のライトフライヤー号の初、飛行成功の年であった。タイガー計算機日本では、大正時代に大元虎次郎によりタイガー計算機が開発され、その商標は他のブランドも含め同系統の構造の計算機を指す日本における代名詞になっている。1970年まで販売された。 計算旗や各戦いによれば、大元は参考にした機会があるとは述べていなかったというが、基本的な構造は前述のオドネルの計算機に準じている。しかし、改良や高機能化は多岐にわたり、機械的な完成度の高さや操作性の良いレバーによるリセット操作、類算カウンターの乗算と除算のモード切り替えが、最初の操作が加算か減算かによって、 自動的に選ばれるなどといった点は機能性も高い。コンプトメーターコンプトメーターは機械式加算機の一種である。コンプトメーターはキーを押すだけで駆動される最初の加算機であった。ドール・イーフェルトが1887年に特許を取得した。彼はフェルトタラントマニュファクチャリングカンパニーを設立し、コンプトメーターは同社の商標として使われたが、 一般に加算器を表す言葉としても浸透した。主に加算のために設計されたが、四則演算すべてが異常は可能なものもあった。用途に応じて様々なコンプトメーターが製造された。例えば、簿記、時間計算、AK 重量単位の計算など、複雑なものでは多数のキーを持ったものもあった。 バロースの特許に添付された図面ウィリアム・エス・バロースは1888年8月21日、加算機の特許を取得した。バロース・アッティングマシン社は後に、バロースと解消。電子式会計器やメインフレームを製造し、後にスペリー社と合併して、ユニシス社となった。発明家バロースの孫、ウィリアム・エス・バローズは、作家として有名である。 バロースの加算機の特徴は計算経過と結果を印字して紙に記録を残せるようになっていたことである。これによって利便性が格段に向上した。加算機市場は20世紀に入ると驚異的な成長を記録することとなる。多数のベンチャー企業がこの市場に参入したが、コンピュータ時代にうまく対応できたのはバロースだけだった。ありがとうございます。